こんにちは、花龍馬さん。そしてこの動画をご覧の皆様、前回花龍馬さんがね、非常にいい、重要なことというかね、重々しいことをお話しくださいました。いろんな方の胸に刺さると思いますし、これはね、花龍馬さんを批判するでもなく、ああすればよかった、こうすればよかったっていうふうな後悔でもなくね、一つの現実として、じゃあそれをどういうふうにね生かしていくか、無駄死にっていうね言葉はあんまり使いたくないんですけども、結局起きてしまったことをどのように有効に生かすかによって、有効に生かすかによってですね、そういった過ぎ去ったこととか悔いとか後悔っていうのもきっと花開くんじゃないかなと思うんですよ。もちろんね、当事者の方、女性の方とか、お亡くなりになったそのね、お腹の中のお子さんに対しては何もできないわけですけども、ただせめてですね、そこから全員で潰れていくんじゃなくて、少しでもいいことをね取り出していきたいなと思うのが私の思いでございます。で、今回ね、花龍馬さんにお伝えいただいたことを私もね、いろいろとこう重く受け止める中で、私もね、今最近ですよ、最近出産なんですよ、48歳で。で、男性は大体ね、35歳ぐらいから生殖機能が衰えてくるんですよ。男性には自覚があんまりないと思いますけどもね。ですんで、その意味では女性の高齢出産と同じぐらいのリスクを男性もはらんでいるんですよね。だから30の、半ば、もしくは32歳になったら、男性もね、きちんと自分の、なんていうんですかね、チェックを受けるべきだと思いますよね。このブライダルチェックっていう言葉を言うらしいですけどもね、私もブライダルチェックを受けました。45だったかな。それで自分の生殖能力の状態を知ってですね、改善のために2年ぐらいかけたわけなんですよ。それこそお金かかりました。毎月ですね、5万円ぐらいかけました、自分の体のコンディションのために。で、その中でトレーニングもしたり、頭を鍛えたりとかね、あと毎日喜びってもの、マインドですね、マインドを整えていくことをやっていきました。もちろんこれは自分だけやればいいってものではなくて、奥さんに対してもなんですよ。さあ、ここからね、私なりにお腹の子供、妊娠中の女性の体もそうだし、自分自身のこともそうだし、で、無抵抗な生まれてくるべき子供に対して、じゃあ男として何ができるのかなと。自分のお腹の中にいるわけじゃないんで、手も足も出ないわけじゃないですか。でもね、私なりにこれができるんじゃないかなってことを心がけながらやってきた、そういうふうなね、数年っていうのがありますんで、ちょっとここでシェアしたいと思います。世の中のね、妊娠しない男性に、妊婦さんに気をつけていただきたいことなんですけども、やっぱりね、男性が生き生きと楽しく過ごすこと、これ非常に大事なんですよ。そして、妊娠してる女性に喜びをいつも提供していくこと、安心を提供していくことですよね。妊娠中の女性が自分は愛されてるんだろうか、子供を産んで大丈夫なんだろうかって思えば思うほど、お腹の子供ってのは育ちにくくなるというふうに私は想像するんですよね。ですんでね、もしかしたらですよ、これは花龍馬さんを責めるわけではなくて一般論なんですけども、できちゃったの、やべえじゃんっていうふうに男が思ったら、女の人はどう思うでしょうか。お腹の中の子供はそれをどう感じるでしょうかってことを私は想像するんで、やったじゃんみたいな感じでね、やっぱりね、から元気でもそこではね、喜びと応援の気持ちを、そして共有するって気持ちをですね、一緒にっていう言葉を語りかけていくことっていうのは非常に大事なんじゃないかなと思うんですよ。いや、私がね、例えば、お腹の中にいて聞こえて判断できて見えるとしたら、自分を一番歓迎して迎えてくれるべきお父さんやお母さん、早く自分のこと会いたいでしょ、出ていくからね、10ヶ月待ってねっていう時に、できちゃったのやべえどうするよっていうふうな声がひそひそ聞こえたら、どうですかね、生まれてくるのやめようかなとか思っちゃうかもしれないし、それからお母さんの気持ちとしては、自分は妊娠しちゃったけども、どうも旦那さんもしくは彼氏喜んでないみたい、できちゃったの私のせいかしら、悪かったんじゃないかしらっていうふうになっちゃうか、自分は産んだ後に、あ、この人は歓迎してくれないんだとか、物おじしちゃってるんだっていうふうに思うと、いや、本当に不安になると思うんですよね。ですので私はもう全てを捨てて自分の家族のために生きるという体制を整えるのに45年もかかっちゃったわけなんですよ。だからそれまでの恋愛っていうのはまさに単なる恋愛であって、なかなか結婚とかね、家族に結びつかなかったところがあるんですけども、その分、今回のことにね、ぶち込んでますんで、やっぱりね、大歓迎のうちに、子供を迎え入れたかなと思うんですよね。で、私はやっぱりね、不妊治療っていうのを受けてましたんで、何年かにわたってね、相当なお金もかかりました。で、いろんな出産方法がありますけども、結局は
顕微授精ってことで顕微鏡で生まれてるんですよ。それこそ、まあ、私となんかねこう取り出してで一部冷凍保存しながらね、冷凍保存にも保管料ってかかるわけですよ。これ多分普通の所得の人だったら払えないんじゃないかなと思うぐらいの金額です。で逆に言うと私は補助金とか助成金が受けれないんで経済的負担は大きかったですけどね。だから所得がどこできるのか分からないんですけども、所得が少ない方にはそれなりの補助があるんだけども全然足りないです。特に時間が足んないですよね。不妊治療には例えばお医者さんのとこ行って明日の午後から来れるって急に言われるんですよ。いや通常仕事してたら無理でしょ。重要な仕事も出張も断ってそこに行かなければならないんですよね。私はそういう意味では自由度が結構あったんですけども、それでもね私が当時実施していた速稼塾の全国オフ会を何回かキャンセルしてるんですよ。そのぐらい自分の行動生活ってのを全部出産とか子供に向けないと不妊治療ってのは本当にねやっていけないんですよね。だから不妊治療じゃないのに生まれるってものすごく私は羨ましいと思ってます、ね、最小限のお金しかかかんないし手間もねかかるんだけども不妊治療以上にはかからないわけですよ。でそう思うと非常に羨ましいなと思うのと、やっぱり私も古い考え方なんで人の手を介さずに自然に生まれてほしいなと思う気持ちもあったんですよ。ただ今はね逆です。不妊治療ってものに対して科学の最先端で最も研究されて生まれるなんて素晴らしいじゃんって気持ちで自分も鼓舞して周りの人も鼓舞して、そして奥さんにもそういうふうな勇気づけを与えてね、あこう不妊治療って結構いいんだみたいなことね思ってもらったりとかね。で実際に私は誇り高く不妊治療の科学の成果としてお前は生まれたんだよっていうことをね 今でもこの大和君に言えるんだろうなと思うんですよ。そして生まれてみればねどういうふうに生まれてみたかっていうのはあまり関係なくって、とにかく元気でいっぱいでね笑顔で走り回る姿を見てああよかったと思うばかりで、どうやって生まれたかとかねそんなの関係なくってね、あこの笑顔を私たちに見せるためにこの世の中に表現するためにこの子は来てくれたんだなっていうふうに思うと感動の日々ですよね、うん、本当に生まれてくれてよかったなと思いますし、まあ、今だからこそ言えるのかもしれませんけども、たとえホームレスでも私はね商店街の金をかっさらってでも子供のためには不自由させないっていうふうな腹はもうくくれたかなと思いますね。で私はもともとそういう人間なんですよねきっとね、まあ、なんて言いますかね、自分の思ったことは絶対にやり遂げるっていう意志だけは強くってその裏付けがないままに突っ走ってきたのかもしれないですね。で、結局うまくいかないことが多かったんですけども、まあ、唯一ね、この48になって1歳の子供を持つという、ね、ことはできたかなと思います。まあでもいろいろと思いはあるし、あここからね花江龍馬さんの話に戻りますけども、やっぱり若い頃に考えてもみなかったこと、しかも唐突に起きてしまったことは覚悟していた部分がなかったかあるか別としてですね、戸惑うことは確かだと思うんですよ。まあ、私もね考えてみれば10代の頃にそういうことが起きてもおかしくなかったというところを今思えばやばいことしてたんだなと、自分の勇気がないまんま自分の準備ができてないまんま、あそういう可能性があることだったんだなとちょっと軽く考えていたなということをね今は振り返らなければならなかったんですけども、まあ花江龍馬さんのお話を聞いててね非常に学ぶところが多かったのは、やっぱりね女の人が傷つくっていうことなんだろうなと思うんですよ。これはやっぱり揺るぎないかなと思うんですよ。確かにお腹の子供がね流産してしまったことに関しましてはやっぱ男性としても悲しいところとか一抹のものがあると思うんですけども、実際にお腹の中からいわゆるね言葉をちょっと、ね、選ばずに言いますけども得体の知れない物体が出てきてそれが廃棄される現場を生々しく感じないといけないのは女性なんですよね。男性はその事実を耳から知ってあそうだったんだお疲れ様ぐらいのもんなんですよ言ってね。それなりに思うか受け止めていても自分は鼻血一つ出さないわけですよ。自分は深爪ほどの痛みもないわけですよ。でも実際に流産してしまったというねその思いっていうのは女性の中に生きてる限りずっと根付くわけですよね。まあそこを乗り越えていってすっきりと忘れられる方もいると思いますけども、少なくともその忘れなければ進めないっていう作業が必要だったり忘れずに抱えていくって作業は女性がいつも自分のお腹を見るたびに思うんじゃないかなと思うんですよ。でも男性は自分のお腹を見てもそんなこと思い出さなかったりするんですよね。でそういう意味でも私たちは9対1ぐらいもしくは10対0ぐらいで男性が重いものを抱えていってやっと五分五分にもならないのかなと思うんですよね。そのぐらい生命が生命を宿すっていうのは奇跡に近いことなのかなと思いながらね、やっぱり話聞かせてもらいました。確かに妊娠には流産っていうものがあります。流産の可能性も例えばね
1% とか 2% みたいなパーセンテージじゃなくて 10% とか 20% の確率という方もいるぐらいで、結構の割合なんですよね。どうですかね、自分が生命を預かるとして10人中1人はあなた方の子供はいなくなりますよっていうふうに言われた時に、10分の1の可能性で自分の子供が生まれてこないかもしれない。もしくは自分は大丈夫でも横に並んだ残り9名の方の誰かの命が、誰かの子供の命が失われるんだと思ったら、まあ、生命の偉大さといいますかね、その生命をコントロールしている神様がいるとしたら、なんかねすごく無能なんだろうなと思いますし、逆に言うと皮肉なんだろうなと思うんですよ。これどういうことかっていうと、子供を望んでる人に子供を与えずに望まない人に子供を預けるみたいなね、そんなことを起こすことがあるのが生命ってものなんですよ。だから生命を司る神様がいるとしたら、もうおおよそね無能なのか、それとも人間が困ることを楽しんでいる霊障的な存在なんだろうなと思うんですよね。まあ霊障的な問題か、冷たく笑うって書くんですけどね、霊障的ですね、やっぱりね、霊障的な存在なのかなと思ったりしますね。はい、ちょっとモテるとかモテないからね、こんなねシンプルというかね深刻なかちょっと言葉間違いまくりですいませんけども、深刻な話になってきました。でこれもねすごくこのやり取りのいいところかなと思います。いつの間にかね原山さんのね生涯がこうどんどん剥がれていくような感じがしますけども、まあでもね、それでも私たちには未来しか広がっていませんから、踏みしめていきましょう。そして今まで抱えてきたものを放り出すことなく、もう堂々と背負っていきましょう。この背中にね強くなっていきましょう。そして強くなった分優しくなっていきたいと思います。それでは次回もお楽しみに。動画の方送ってくださいね。